番書をご覧ください第8節データベース管理システムと第9節データベースの活用について番書をご用意しましたよろしくお願いしますさて第8節はデータベース管理システムとなっていて英語名の略称で DBMS というふうにも呼ばれますデータベースは会社の中で一元管理されていく必要がありますがその一元管理というのはどんな考え方やどんな技術に基づいて 構成されているのかということを勉強していくことになりますそれでは第1項のトランザクションの特性というところから見てみましょうさてトランザクションという言葉は今までマスター・トランザクションということの対比する形でずっと出てきましたトランザクションはマスターと対比させた時に逐次発生するデータですよということでしたよねここで言っているトランザクションというのはもちろんその意味もあるんですけどももう一つ データベースを扱っていくときにはデーータベースを例えば更新しますよデータベースの内容を更新しますよというときにはデータベースの内容を更新する処理が始まってその具体的な中身の処理が行われていってそれがすべて完璧に処理されてその処理が完了しますよということで。 確定,する確定することを、まあ、一般語としてもデータベースの言葉としてもコミットというふうに言いますがコミットすることになるんですでコミットしたらデータベースの内容がしっかり書き換わってで一元管理されていくこんな感じですね。でこの時の一連の人間にとって意味のある処理の開始から処理の終了までの一つの仕事ですねこれをトランザクションというふうにも呼びます。 逐次発生する処理の中でそういったレコードの更新などが代表例なんですねここで言っているトランザクションというのはオンライントランザクション処理で用いられるデータベースにおいてというふうに書いてありますので基本的にはレコード単位でデータを何らかの処理の対象にしていくということですそしてその処理というのはその処理を細かく分けて 実行してていく中身があってその細かい実行の中身が全部完璧にまとまってオッケーオールクリアオールグリーンとなったときに全体が完了するとこの全体の流れをトランンザクションといいううふうに言いますなのでトランザクションというのは人間にとって意味のある処理の開始から処理の終了 終了してオッケーよっていう意味で完了と言ってもいいかもしれないですねこれをトランザクションというふうに呼びますそしてこのトランザクションを実行していくにあたってその中身を細かく処理を積み重ねていきますここの図でいうとトランザクションの開始と終了があってそれを構成する処理1処理2処理3ずっとありますよということですねで、そのトランザクションというものに関して次のような足 特性性とととといいいううう言葉がががあああるんですすすすけれどもここのの考え方りりまままをご紹介します A 原トランザクションを構成する処理の結果が全て有効になるかまたは全て無効になるかのいずれかであるということつまりこのトランザクションというものが全部思惑通りに実行結果が返ってくるよという状態になって初めてこのトランザクションは成功すると。 いうことになるわけですよねつまりこの細かい処理がありますこの細かい処理の途中までは成功したが以降が失敗で動かなくなってしまったというような時は処理自体は成功しているものもあるけれどもトランザクションとしては失敗ですよねこういうことを原始性というふうに言いますこの文章のトランザクションというのがここ図でいうところの そして構成する処理というのが一つ一つの処処処理2処理理こういういものになりますでこの処理が全部完璧に実行しきった時に初めてトランザクションは完了ということになりますよ。この細かい処理の中途半端な状態で成功失敗というところで処理が途中で尻切れトンボのような形で終わるということはデータベースの中では許さないということです。 例えば銀行の振り込み処理というのを考えた場合に振り込み処理っていうのは振込む側の残高が落ところが例えば振り込む側の方の残高は減ったけれども振り込まれる側の残高が増えるこの増えるという処理が行われる前に何か障害が起こってしまった。 と言ったらこれは全体としてトランンザクションは失敗ですよね振り込む側の方の残高が減っただけの状態で途中で処理を保存するというような考え方はあってはならないじゃないですかこういうことを言っています。 で一貫性トランザクションの実行結果は整合性が保たれデータベースの内容を矛盾させない例えばこのトランザクションが終了したその処理結果が既存のデータと何らかの矛盾を起こすようなことがあってはいけないよ例えばそういうことですね独立性トラ,トランザクションは他のトランザクションから影響を受けない1つのトランザクションがあります別のトランザクションも動いています別のトランザクションの処理結果がこっちのトランザクションの処理に何か影響を与えるようなことがあってはいけないということ。 持続性正常を終了したトランザクションの更新結果は障害が発生してもデータベースからなくならないとそれは当然ですよねこの処理結果ちゃんと残っていなければいけないということです。まあ、アシッドと いう言葉はデーータベースを勉強する時の基本用語になります、まあ、試験対策としてはそれほど重要性が高い言葉ではないですけれどもまあ万一の保険あるいは基本的な内容なのでいつ問われても文句は言えないという意味で足どのそれぞれがどういう意味を持つのかっていうのは聞かれたら思い出せるぐらいの感じで覚えておいてください。え続いて第2項デーータベスス管理システムの機能と いうのを見ていきましょう。で括弧1番データベース操作機能というのがあります。ここに書いてある内容は sql のところで勉強したようなものが具体的なものになります。で、括弧の2番データベース制御機能というのがあります。ちょっと読んでみましょう。複数のユーザーから同じタイミングで同一のデータにアクセスを受けても、データの整合性を保てるように排他制御を行う。機能人1本のレコードがあって、そこに2つのトランザクションが同時に。 書き換えの処理とかをしてくることがもしあったときに同時に受け付けたらわけわかんなくなってしまいますよね例えばそういうことをの排除するために一方がレコードに更新処理をかけているならば一方は手が出せないような状態にするこういうのを排他制御というふうに言います えそれから利用者に与えられた権限をチェックし、不正なアクセスからデータを保護する機密保護機能などを持つ、こういうのがデータベースの制御機能ということになります。えこのうち試験で問われやすいのが一番の排他制御のところです。排他制御は専有ロックという方法と共有ロックという方法があります。排他。 ということは、何かのトランザクションが一つのレコードを処理対象として掴んだ場合に、他のトランザクションからの処理を受け付けなくするということですね。え、ここデッドロックっていうところでも同じようにね、レコードのお話を掴んでこちらのでちょっと変わる変えさせていただきますけれども、例えば何かのあるトランザクション、トランザクション A がこのレコードを処理対象としますと、そしたらトランザクション の A というのがこのレコードロックして自分しか使えないような状態にしてしまって他のトランザクションが更新とかねしようとしてもそれを受け付けないようにするということですでこのようなロックの方法で非常に厳格なものとちょっと甘めのものがあるんです厳格なものを占有ロックというふうに言います占有と言ってるぐらいなんでとあのレコードをつかんだトランザクションがそこを占有してしまうんです他のトランザクションは そのレコードに対して何もできない状態にして排他処理をします一方で他のトランザクションは参照のみ可能にするというロックの方法があってこれを共有ロックというふうに言いますので配達制御という考え方と占有ロックと共有ロックの違いこれをしっかり押さえておいてください。テキストではその次に。 時刻イン方式というのが書いてあります時刻イン方式というのはロックを使わないという風にテキストに書いてあると思いますロックというのは一つのレコードをどこかのトランザクションが掴んだら他に触らせないようにしてしまうという方法ですねそうではなくてアクセスしてきたでこの時のアクセスした時の時刻がありますねその早い遅いで優先順位を決めていくこういう 制御の仕方を時刻印方式というふうに言います次にテキストではデッドロックというのが出てきますデッドロックはぜひ覚えておいてください場所の方ではあの時刻印方式は載せてないですけど重要度としては時刻印方式は下がりますまず優先順位の高いのが排他制御それからデッドロックというものですデッドロックはこの排他制御でロックをかけることによってデータベースの動作が止まってしまうことなんです どういうことかっていうと、例えば、こうです。1番というレコードと2番というレコードがあります。で、1番のレコードは、トランザクションの A という、トランザクション A がロックをかけて占有をしている状態だとします。次に、のレコードの2番は、トランザクションの B という処理で、トランザクション B がロックをかけて占有中だとします。で、次なんです。トランザクション A は、この 1>, 1番のレコードの処理が終わったら2番を処理しようという流れになっている一方でトランザクション B は2番のレコードの処理が終わったら1番のレコードを処理しに行こうという流れになっているとしますところがお互いロックをかけていますすると何が起きるかっていうとトランザクション A の方は自分の処理が終わったら 2番のレコードに処理を移そうと思うんだけれども、2番がロックがかかっているので、ここで処理が止まった状態になってしまう。一方で、トランザクション B の方は、自分が今ロックしている2番のレコードの処理が終わったら、1番に行こうとするんだけども、1番の方でもロックがかかっているので、動けない状態になってしまって、お見合い状態で動かなくなってしまう。こういう状態をデッドロックというふうに言います。トランザクションのスケジュールは、このデッドロックが、 起きないように細かい配慮をしながら組むわけですけれどもあの万全というものはありませんからこういうことがどうしても起こってしまうということがありえます。万一毎日デッドロックが生じてしまった場合には人間が強制終了どちらかの処理を、ねえー、かけてでそこで仕切り直しをして処理をしていくということを行う必要があります。えー、次に障害回復機能と いうのを見ていきましょう障害回復機能についてはこちらのトランザクションの図と密接な関係があるので近いところに書いておきました障害回復機能についてはロールバックという処理とロールフォワードという処理を覚えておいてくださいテキストの説明文章にもロールバックとロールフォワードをご紹介していると思いますこのトランザクションの処理をしていくときですねで、この時の細かい処理の履歴ですね これをログといいう,うに言います日本語では履歴というふうに言いますね。でこの履歴があるでこの履歴があってトランザクションを行う細かいログの処理,処理があってその処理がログとして記録されていくそしてこの処理が途中で例えばここで何かの障害があったとしましょう。そうするとアシッド特性の A に基づけば この処理が中途半端な状態で終わったということは、トランザクション全体が失敗だということになるので、ここまで一応実行してきた細かい処理は無効になってしまいますよね。ところが実際は処理はここまで進んでいます。この時どういう対応するのかというとこうです。ロールバックという対応をします。障害発生まで、ここで障害が発生したとします。障害発生までの処理をなかったことにする。 巻き戻すんですだからここで障害が起こったらこの処理1処理2処理3をなかったものにしてこのトランザクションの開始のスタートのところまで巻き戻すという状態にしますこの細かいログの処理がなかったことにするという言い方もできるしこの処理をなかったことにすることによって時間軸をトランザクション開始のところまで巻き戻すという見方もできるでしょうこのように時間軸を戻すような形で 障害発生対策をを行ううのでこれをロールバックというふうに言いますそして一般的にはの論理的な障害がデータベースに起こった時つまりハードウェアの方には問題がないのでハードウェアはそのまま今のものを利用することができるけれどもデータがおかしくなったっていうような時ですねこの時にはそのおかしくなったデータのところをなかったことにして巻き戻しちゃうよという処理をするということです。 一方で例えばハードウェア自体が壊れてしまって磁気ディスク装置が壊れたので物理的にも取り替えてまっさらな磁気ディスク装置を持ってきてそこから復旧しなきゃいけないっていうようなこともありますよね。こういう時はローールフォワードという障害対策になりますすから復元する例えばハードウェアを丸ごと入れ替えて1から復元をしなきゃいけない時にはまずバックアップデータで。 でできるるところまで復元をするそしてあとは細かい部分はバックアップでまだ残っていないのがあるでしょうからそれはログをを使って復元すするという方法を取ります例えばこのトランザクションの処理をしている時にハード磁気ディスク装置が壊れてしまってまっさらな磁気ディスク装置から復元しなきゃいけないよという時にはこのトランザクションを開始するまでのところはバックアップデータがあれば まっさらな磁気ディスク装置にバックアップ装置から復元して、ここまではバックアップのあるところまで復元します。で、障害が発生するところまでは、このログデータを使って復元し、障害が発生する直前のところまで時間軸を順方向に追いかける形で復元をします。なので、順方向に時間軸を追って復元していくので、フォワードという言い方をします。前方向に復元する。 こういう復元の仕方をするということは一般的には物理的な障害が起こったときということですね。このロールバックとロールフォワードはの言葉の名前だけを見るとどういうことなのかなかなかこうねややこしくて分かりにくいところがあるのでこの図のイメージと合わせて押さえておいてください。テキストではその後ログ機能というのが載っていますがログについてはもうご紹介しましたので説明を割愛させていただきます。 では続いて第9節に入っていきましょう第9節の内容は板書のこの右下のところに書いてあります。「活用」と書いてありますがもう少し具体的に言うとどんな感じなのかっていうと今までデータベースを勉強してくる中で中核的なものはリレーショナルデータベースだっていうことを前提にお話をしてきたと思います。例えばデーータベースの形態として のツ,ツリー型とかネットワーク型というのがあったけれどもそういうものは特定の,の目的においてデータを扱う時には都合がいいけれどもそうじゃない時にはあんまり都合がよくないよねというお話をしただからこそリレーショナルデータベースというものを使ってデータ自体は非常に無機的にバラ無機的かつバラバラに保存しておくけれども。 その関係性を利用目的に応じてつなげることによって人間にとって意味のある情報に仕上げていくこんな利用の仕方だっていうことをリレーショナルデータベースのところでお話をしたと思いますそれは非常にね利用価値が高くて普及したんですけどもやっぱりねデータ自体の関連性データごとの関連性というのを全く切り離してしまうというのもの扱いにくいよねっていう場面も 出てくるようになりましたつまり専門化するのがいいのか汎用性を高めるのがいいのかっていうのはないわけですねなのでそういったのデータの融合なんかがね今の世の中必要になってくるような時にあまりにも紋切り調にぶつ切り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 というデータばっかりだとの融合をやろうと思えばできるけど非常に手間がかかってしまったり、うん、厄介だったり。 することがどうししててても出てきまてまいますよねとなるとの昔ながらの,のツリー構造とかネットワーク構造ではちょっとさすがに対応しが難しいんだけれども汎用性を残しつつ専門的な部分にも生かしやすいようなデータベースっていうものもやっぱりね必要だよねっていうふうになるようになってきたわけです。 でそういうことを考えるときに例えば XML という技術を使った場合には XML っていうのはの独自のタグを使えるマークアップ言語ですよで独自のタグを使うことによって文章の構造記述に適してますよっていうようなことが特徴としてあったと思います。特にこの文章の構造記述ができる任意にできるということはデータベースの内容を構築していくというとこの親和性が高そうだっていうイメージは湧くと思うんですね。 このように XML の特徴を生かしてデータベースに活用していこうというのをデーータベースといいううふうに言いますでその他にもオブジェクト思考というお話をしましたオブジェクト思考ではデータというものとメソッドというものを一体的に扱うというとこに特徴があるというお話をしましたリレーショナルデータベースの考え方だとデータはデーータタはですよねメソッドはユーザーが利用しようとするときに そこでどういうデータの使い方をするのかっていう関係性を持たせるっていう感じだったのでオブジェクト思考ではデータとメソッドを一体化して扱うという考え方から言うとやっぱりリレーショナルデータベースとは少し性質が違うな逆に言えばデータを融合して使っていく。 で専門的性と汎用性をうまく融合させるなんていうような時にはオブジェクトという考え方を活用していくというのはありなんじゃないかなっていうのが出てきてこのオブジェクト思考の考え方を活用したデータベースのことをオブジェクト思考デーータベースというふうふに呼びますテキストでは異なる形式の画像音声動画などのデータが混在することを許容しますと。 いうふうに書いてありますよね例えば音声の形式もいろいろありました動画の形式もいろいろある画像の形式もいろいろある画像と一括りにしてもですねそこの中でやっぱり違うというところもあるしあるいは音声と動画っていうのは切っても切れないような関係ではあるけれどもデータとしては別ですよねじゃあこういうのをどう扱うかっていうことに例えば適してますよということを適していでは言っています それからリポジトリという言葉がありますこれちょっと難しいあまり聞き慣れないという方もいらっしゃるかもしれませんこれはシステム開発をするときに次のような考え方をする場合にリポジトリという考え方を言葉を使いますで、リポジトリという言葉を説明する前にメタデータというお話をしておく必要がありますでデータデータ と書いてあるものがありますこれは最終的にユーザーにとって意味のある処理をするときに必要となる本体部分のデータのことです一方でそのデータを管理するためのデータっていうのが必要になってくるでしょう例えばインターネットで検索をする例えばキーワードを入れて検索をすると必要そうなものが出てくるじゃないですかあれはデータの中身そのものを検索してるんじゃなくって データの中にあるキー項目になるような管理データに相当するもので検索して引っ掛けてくるわけですよね。そのようにデータを管理するためのデータですねデータの管理情報という言い方をしてもいいと思います。データを管理するためのデータをメタデータというふうに言います。メタタタタデデデーーーを管理するための で、このメタデータをデータベース化すると、データの活用度が高まるっていうのはイメージできると思います。例えば、診断士もそういった。こういったリポジトリに近い機能を持っていて、診断士自身はあの例えば法律に関しての専門家というわけではないね。ですよね。だけど、あ、そういう相談があるんだったら、じゃあこういう専門性を持った。 弁護士さんを利用するといいですよ。っていうアドバイスができるならば、これはメタデータを扱っている人ということになりますよね。の例えばおとぎ話。なんか。でもあの村の長老の袋を先生みたいなのがいて、フクロウ先生もい色々ね。長老だからいろんなこと知ってるんだけど、1から10まで全て知ってるわけじゃないので、若い人がその長老に。 ここういういとを知りたいんだけどって言うとあそういうことを知りたいんだったら村の誰さんに聞きなさいっていうようなシーンってよく出てくるじゃないですか。あれってフクロウ先生はそのデータの中身自体を知ってるわけではないけどそういうことを知りたいんだったらここに行けばいいっていうのはメタデータを扱ってるわけですよね。シシスススステテテムム開開発発ののの世界ににおおいててキストを見ますと設計書、ソースコーーコド、データ使用システム開発保守における全ての情報、資源の 共有化一元管理を可能とするそれはデータを管理するためのメタデータをデータベース化して管理しているだからこういうことをやりたいんだったらあっちああいうことをやりたいんだったらそっちということができるようにするそういったデータベースのことをリリポジトリという,ふうに呼びますこのねメタデータっていう考え方も是非ね身近に感じられるようにしておいてください。 以上で第8節第9節の解説を終了しますのでここまで番書を確認して終わりにしてください。番書をご覧ください。第5章必須テーママルバツチェックに入ります。ではよろしくお願いします。第5章の必須テーママルバツチェックは問いが8個あります。それぞれの8個についてどこが テキストの本文のページと該当するのかを青ペンで書いておきましたのでご確認をお願いしますこのうち今回は問三と問七を扱っていきます問三は CSV に関する出題問七は正規化に関する出題となりますでは早速問三から見てみましょう CSV ファイルはというところから始まっていますこの時点で CSV ファイルは どういう分野の言葉なのかということと可能であればそれがどういうものなのかまで分かる必要がありますね経営情報システムでは言葉に慣れるところから入っていかないとなかなかねこういった質問を切り崩すことが難しいので繰り返しして慣れていっていただきたいと思います。CSV フファァイイルルはデータのの形形式式とかファイルの形式に関するお話で テキストファイルの一つでしたよね。テキストファイルは文字コードと一部の制御コードで構成されている。最もシンプルなプレーンテキストと呼ばれるものがあって、それ以外に派生するものがある。例えばテキストファイルにタグと呼ばれる命令を組む組み込むことによっての表現文字の表現とかね、それから文章の構造とかを示すことができるようになっている。 ってなるとマークアップ言語、例えば HTML の言語などが該当することになってきます。一方でのプレーンテキストの中でデータをカンマで区切る。これによっていろいろなのアプリケーションでも他のの多くのアプリケーションでデータを扱うのファイルなんだよっていうこととして認識させる。 スタイルがありますすこれをというふうふに呼ぶんですね例えばこの CSV 形式でこのようにカンマで区切って数字を作ったテキストファイルを作るこれを CSV 形式つまり拡張子 CSV で表計算ソフトに読み込ませると表計算ソフトのセルで55152025という行にデータが入っていくこんなお話をしたと思います。 ではそんなところの説明はまずどうなのかな見てみましょう CSV ファイルはデータとデータ間をカンマで区切った固定帳ファイルであるデータとデータ間をカンマで区切ることによってデータを扱っているんだよっていうことを認識させる形式であるこの前半部分の説明は OK そうですね次です固定帳ファイルである固定帳というのはどういうことでしたっけデータの一レコードの長さが決まっている形式のことを固定帳というふうに言いますね。 一方で一つ一つのデータの長さとかあるいはあの表計算ソフトでいうとセルの数とかがそれぞれいくつになるのかっていうのが分からなければセルの長さっていうのは一定ではなくて長くなったり短くななっったたりり短しますよねこういう形式を可変調といいう,うに言います今回の質問では戸井さんの解説の方に「可変長という言葉を載せてありますので漢字でどう書くのか変わる長さ。 変,変わるよという意味で、ね「可変」という漢字を使って「可変長という言葉を使いますので解説の方で漢字も確認しておいてください。じゃ CSV ファイル見てみましょう例えばこの例で言うと1つ目のデータががっってなってなななますすけどいいきなりここが100かもしれないですそうなると個々のデータが何桁になるかっていうのは定まっていません。またこのカンマで区切っていくつのデータをつなげていくのか1レコードとするのかっていうのもわからない。 ですよね不定ですよねだからデータ何個になるのかいずれにしてもデータは固定帳ではなくて可変長。CSV はカンマで区切るよということしか言っていませんので固定帳なのか可変長なのかって言われるならば可変長ですよということになります続いて問い7を見てみましょう正規化についてのお話です正規化はどんなことをするんでしたっけ人間にとってわかりやすい データの表現形式がある一般的には帳表スタイルであることが多いですねここにはマスターやトランザクションが混在しているそれから見ればわかるでしょうっていう感じで繰り返し項目の表現がの曖昧であったりするんですね。なのでそれを何とかしていきましょうということです。そしてマスタートランザクションこれは最低分けるでマスターも複数分かれていく。 というような状態にしてコンピューター上でのの統一、えー、一元管理がしやすい状態にしていくのが正規化でした。そして第一世紀化、第二世紀化、第三世紀化それぞれ、えー、形を変えたものを第一世紀系、第二世紀系、第三世紀系というふうにも言いますけれども、で、えー、問い七のを読んでみると第一世紀系というふうに書いてあります。つまり第一世紀化が済んだものというのはどういう状態か。 ということを言葉の説明でわかるかどうかということなんです読んでみましょう第一世紀系とは主キー以外のデータ項目が主キーによってのみ特定できる形式を言うという風うになっていますこれは第一世紀系あるいは第一世紀化の説明としては不適切ですねこのような正誤判定問題がのわかるようになると試験対策としては非常に心強いです 第一世紀化というのは繰り返しを排除するえのテキストには正確な、ね、説明が書いてありますけれどものグッと圧縮して一言でどういうことなのっていう,うに覚えていこうとするならばこう,いうこういう感じで覚えていただくといいと思います。第一世紀化は繰り返しを排除する空白にしておいてもレコードの中身のデータを空白にしておいても周りを見れば何が入るか分かるでしょうっていう方法は駄目ですよ。 同じものが続きますよなんていう時に点々をつけて表現するなんていう方法も駄目ですよ例えばこういうことを言っていますと。なのでこの第1世紀間系とはというものの説明としては不適切ですねちなみに主キー以外のデータ項目が主キーによってのみ特定できる形式となってありますがこれは第3世紀化を行った後の第3世紀系のことをおそらく言っているでしょうね。 つまり、えー、順番を追ってみると第二正規化というのは主キーの一部ですねこれを別表にする主キーというのは複数の項目の組み合わせであることが多いこの例えば2つの項目の組み合わせならばどちらか一方に紐づいているものですねこれを別表に分離するということでしたで説明説問の方では主キー以外のデータ項目が主キーによってのみ 特定できる形式を言うというふうに言っていますそれは第三世紀化が済んだ後ですね主規ではない項目だけれどもそれを別表として切り出せるものは切り出しましょうというと第三世紀化を行うそして第三世紀系になるということになりますそしてそれを主キーから呼び出すという形で使うわけですね なので問いの７については第１世紀系の説明ではなくて第３世紀系の説明になっているので丸かバツかと言われればバツということになります。もう一度全体お渡しします。以上で第５章のすべてが終了しました。ここまでご視聴お付き合いありがとうございました。